はい、こんにちは。プロ野球の新庄監督があの NFT に進出しました。どうですかこのニュースが出る前から私は NFT のことを情報をどんどん流してきましたけども、やっぱ後追いでね、こういったメディアの情報が乗っかってくるってことは、少しはね、先行者情報に預かってるのかなと自負するばかりでございますけども、えー、ビッグボス基金で来年のアスリート育成ということですね。えー、ビッグボスこと、 北海道日本ハムファイターズの新城監督が NFT に進出する。3月22日に FT の販売を開始し、えー、未来のアスリート育成を目指すビッグボス基金を立ち上げ、売り上げの一部を活用するメタオールスターが同日に発表したと。その他記事がありますんでね、読んでいただきたいと思いますけども、都内で開かれた記者会見ではレディー・ガガの写真集などを担当した写真家のレスリー・キー、 えー、死が、新庄監督を撮影、撮影した写真を NFT 化する。えー、定額販売の最高額は1点で1000万円。<laughs> 一部オークション形式でも発売する。ね、新庄選手も有名な方ですけども、この方が1000万円ですよ。で、私の関わっている NFT 事業は、マイケル・ジャックソンが2200円でしたっけね。どうなると思います、皆さん。ね、あとはもう皆さんそれぞれの想像と判断ですよ。 新庄監督は NFT という存在を知ったのが2日前としながら私も似たような感じですよね。デジタル新庄シアターに期待してくださいと今後の展開に自信を見せたということでまだまだやるつもりですよね。えそして購入方法は現金かペイ,ルペイパル <laughs> この辺も未来ですね。未来っていうか私たちにとってみればもう過去ですけども。えその他いろいろと書いてますけども、まあ、新庄さんに対してはね、プロ野球選手の時の活動も、それからその後の芸能活動も 押して知るべしというところだと思います。まあ皆さんこれをね、えー、ご覧になって NFT がどんなものなのかってことをちょっとね想像していただくことと、期待できるのかできないのかという判断と、それから、あ私がね、NFT のことを散々パラ疑いを持って見ていたけども、疑いながらも事業に参加するこのことの意味、どう捉えるかはもうあなた次第ですね。また追加情報を出します。